サッシャイ・リッチは、セルビア出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは、攻撃的ミッドオフィールダー。セルビアのアマチュアクラブでキャリアを、スタート、1998年に、セルビアスーペルリーガのパルチザンベオグラードに移籍。7シーズン所属し、同国リーグでの優勝を経験した。同クラブでの主力選手としての活躍が認められ、2004年の、 夏に当時リーガーエスパニョーラのプリメーラディビシオンに属していたセルタデビーゴ駅原付遺跡。半年後にはパルチザンベオグラードに復帰し、再びセルビア王者のタイトルを獲得。2005年の夏にトルコシュペルリガのガラタサライに遺跡。2005から6年シーズンでは攻撃的ミッドフィルダーとして自らの12得点を記録、同リーグでの優勝に貢献した。 2006から7年シーズンでも、得意の2列目の飛び出しや、ロングシュート等から10得点を決めた。この活躍が認められ、2007年の夏に、オーストリアブンデスリーガの強豪レッドブルザルツブルクへ移籍。当初は、各国代表選手が集まる層の熱いチームでなかなか、スタメンの座を得ることができず、期待外れのレッテルを貼られていたが、シーズン終盤からスタメンに定着。 16試合で8得点6アシストを決める活躍を見せた。2000年にセルビアへ代表でデビューを果たし、2006年ワールドカップドイツ大会でも得点を決めた。ありがとうございます。